このトパンガリーグ最終戦、迫対梅原、こちらの両選手に来ていただいております。では迫選手から一言お願いいたします。そうですね、B リーグからめちゃくちゃ長かったんですけど、これで最後なんで気合い入れて頑張ります。ありがとうございます。迫選手、キャラクターは？いぶきで。ありがとうございます。では梅原選手、一言お願いします。そうですね、順位はもう多分決まっちゃってるんですけど、もう1日目、1試合目のつもりでやろうと思います。ありがとうございます。梅原選手は殺意のみの登録ということで、両者スタンバイをお願いいたします。さあ、風岡さん、はい。これがこのトパンガリーグ、今季の最終戦となるわけですが、梅原選手の口から出た言葉は、はい。1日目、最初の試合のつもりでと。おお、なかなか簡単に言えるセリフじゃないですね。そうですね、重みがあるというところで、それはつまり全勝優勝をはい。狙っているというそう宣言ともですね。取れる、そんな発言でもあります。対する迫選手は伊吹を投入と。勝ちに来てますね、これはは。い、ここまでは伊吹、そしてエレナという2枚のカードをうまく使い分けて上位リーグ戦ってきた迫選手。この梅原戦では、いわゆる初代最強の矛と、一番初めのトファンガリーグを制したその時のキャラクター、伊吹を選択。その時梅原さんは竜でしたけど、はい、今回は殺意竜と。そうですね。一体どうなるか。おっと、迫さんが倒しましたね、これ。そうですね。勝ちに来てますね、これは。本来、梅原選手がアドバンテージを取っているので、梅原選手が勝って終わるというそうですね。ところなんですが、ちょっとたけっちゃいましたかね。たけっちゃいましたね。はい、そうですね。それだけに気合十分と受け取れるかと思います。これは迫さんが勝った場合、迫さんの順位は上がったりしますよね、これは。そうですね、現在は1位、2位が決まっていて、迫選手が勝つと3位となるほど。いうところですね。クリーンただ、細かいですね、得失点もありまして、はい。何勝以上すればないというところはあるようなので、ああ、なるほど。はい、とりあえず勝敗で、そういうふうになっているはいはい、なるというほふうど。に考えていただければと思います。全勝優勝ができるか、はい。迫さんが3位を取りに行くか、どっちとも勝ったら気持ちいいですよね。そうですね。何より、さまざまな大舞台、特にこのトパンガリーグでは大トリを務めてきたこの2人、今季も素晴らしい成績でこの最終戦に臨む。聖戦が始まる。梅原殺意竜対迫勇気、いってみましょう。さあ、全勝できるか梅原殺意。対するは迫勇気。どちらの火力が勝るか、どちらの対策が勝るか、頂点を決める戦いの中で、上から行くがおっきっと。ちり落とす。さあ、前に出るところ、代々から攻めを継続する。これは痛い。中段神戸砕きからのこのコンボ、上から来るジャンプ中継はガード、画面端、鎖骨の攻めになる。クナイから中段立っているが、二のタッチで崩す。風切りまで。しかし昇龍セミ、早め滅出してく殺る。剛昇龍。さあ、カス当たりでもいいダメージになる。こっから攻めるが、下がって大パン。おっだと、が、下がらなかった。中おお、足波動締め。スライディングからのタッチジャックパンつながはりい。そうだったんですが、お子さんらしからぬ一球でしたね。さあ、ツムジを開幕打っていったのは迫勇気。
さあ梅原殺意も丁寧に間合いを取るか。スラはカウンターだが流走客を見せる。そこにゲージがマックス近い。ここから上から空陣いきなり来た。それでもガードしている。さあ地上戦は非常に鋭い両者。しかしそれでいて対空もきっちり出る。さあここも昇竜拳投げて裏から。しかしサコが動いてつむじ角の出かかりを潰した。さあ津浦拳カラキャンでつむじの距離を伸ばしていたか。さあ梅原が中足 EX ハード滅殺ご勝利。挨拶代わりにまず一勝。お見事。これで 2-0 スタートですね。そうですね。これかなり殺意側が中足を振りづらそうなんですけども、はい、つむじだったり空中の区内があるので、なので梅原選手中足かなり少なめにしてるんですけども、はい、やはり大事なところでここが強引に来そうなところに中足を置いてダメージ取ってますね。おっと今まではおっと飛燕が当たっている。着地は中足ガード、そして底息吹の攻めになる。攻め回す流走が当たって中も当たる。吹き飛んでいる。その上でからの空陣裏逃げ危ない。スタンして素晴らしい状況なんだ。から上から流走コンボを伸ばしていく。まだ残るが前に出て竜巻フィニッシュ。最後のコパンを刻みすぎたと判断して昇竜拳に切り替える、はい、これはすごいやり込みが見えましたね。素晴らしいアドリブ力と、はい、いうところでしょうか。立ち中継から全部。しかし投げるのは佐古。中足一つ。さあ加藤さん、はい、佐古選手といえばこの殺意竜をメインに使っていた時代もありますよね、はい、それだけにキャラクターの理解は非常に高いと。そうですね、中足を本当に徹底して食らわないように立ち回っている感じがするんですが、はい、宇奈良選手がうおぐらつぶし流走です。さん一気に破壊力を溶かして画面端まだ続く。おっと間いい攻め継続。どうするサコは体力差ついた。梅原は丁寧に何を狙うか。上り空対空だったが区内が当たる。おっと前に出たセビンク。 そしていい区内でうまくフォロー。極限か前に出て崩している。膝足アドリブでウルコー張り穴通しまくり。これが最強の歩行。中足がギリギリ当たらない位置をキープして、はい、そこから攻めの起点を作ってますね。まあ、さては足が速かったりして、はい、かなり間合い戦が難しいんですけども、ヒーンが出る。そこは梅原もコンボミスになるが、サポート使ってるだけあって、はい、間合い管理がしっかりしてますね。おっとここはアゲメン対空潰す空陣。さあ引いて、おっと中足読みだったんでしょうが、ハブ剣にも勝ちましたね。波動の上からコンボになったが、さあ X 風切り、これは透かしている。さあコンボ伸ばして、さあ滅殺豪勝利を当てに来た。これはゲージ2本でここまでいけると。これはどこまで減るか。補正はあるが、ここから置き攻めもある。クジンだが回して、知っている。これはサコさんならではですね。殺意使いか。うわー行きづらい。迎撃ならず、発進が狙い。だがフォローしている。時間はまだ十分ある。ゲージは一本ずつ踏み込む。スムージーからすら積みまくせ。おお、これは入る。これが入る。なんだそれは。最強の矛。どこからでも貫いてくる。いやー、どの姿勢からでも矛が飛んできますね。飛んできますね。かなり体勢を崩した状態だったんですけども、はい、完全に時期必中の槍を投げてきましたね。いや、ロックしきりましたね。はい、完全に殺意戦把握してますね、はい、どこまでが確定なのか、どうやったら勝利権を使わせる空中技術区内が出せるのかと完全に分かってるんで、お互いキャラ対策は完璧に仕上がってますね、はい、そうですね。梅原選手も竜時代にこの異物戦は相当詰めていた。いや、このジャンプ中継、これはガードしている。
踏み込み裏剣から画面端まだ続いている二の立ち。そうライダーです。さあしゃがみ大パンからの高いの行きましたね。発進症最大にこだわる一番痛いやつまだ残るが区内も使える前に出て自らの足で削りに行った。中足に対してスライディングを出して、はい、中足を潰してカウンター取って、はい、コンボとやったので、はい、殺意のしゃがみ中継に対する対策はバッチリなので、はい、奈良さんがこれをどうやって殺意の強い中足を差し込むかっていうのが鍵になりそうですね。さあ画面端追い詰めたのは梅原全部からの醤油セービングアタックを振っていたがいつかなきり繰り返してつむじが当たってダウンする。区内から前にいるがガードが間に合った。うろついてのターゲットあっとこれはミスになる。梅原のチャンスだが無理には削りにはいかない。前に出るのはサコしのいでそこで砕きも見せる。大台からまだ密着を作る。おおガードしている恐ろしいガード力。そしてまた踏み込んでいくのはサコ全部竜巻なるほど大胆に削りに来た。はい恐ろしい攻防両者の大胆さが交錯する。おおよく出るきっちり回復をして投げはしのぐが。さあ梅原にゲージが3つ危険な状況。さあセビー回せゲージを避けていた。しかしここはコンボが入って体力が半分消えた。いつかさっきりから中距離危険な距離波動一発打って中足波動確認している。さあここからさこはどうする。大パンが痛いやり返す暴れよある選択肢上は前捨てでくぐる旋風竜巻だがこれはある首よりループを選択したさこ中継からしゃがみ大パンまだ前にいる。しかし崩しきれないダブルアップできないがマジかそんなのか無理やり崩した大移動芸にしか見えない。いやーなんというかいやその投げを食らってもいいという感じで梅原さんがガード固めてたんですけども、はい、いや来ましたねリプレイですね。先ほどの恐ろしい刹那の玉抜けでした、はい戻ってきます。これで2対2鏡中盤も機能してますね殺意流の、はい、これは中足を潰しに行くスライディングとかもっと簡単で繋がった膝って感じがしますね、はい、さあスタンチは確実に溜まっているぞ止め出して投げるのは梅原さあどうする。さあここまで殺意に対してサコイブキのスーパープレーで星を2つ取って2対2梅原大輔さんこの試合はやっぱりこうなるか。昇龍昇龍から1本2つ振った襲っていたか大大から確定させている踏み込んで梅原のガードが硬い前に出て盆栄いつかざきに勝負に行ったが梅原は下がっていた。これが竜と違って、はい、やはり殺意竜は爆戦の性能がいいので、はい、ちょっと読み合いを回避したりすることができるのでこれが殺意竜の強みですよね。そうですね。さあ梅原そしてそこプレッシャーは両者十分かかっているがハイリスクな中でハイリターンを自ら積み上げるミスになった。これは空中くらい。さあ梅原としてはラッキー立ち台系対空はタイミングずらされていた。コンボ入って画面端セブンからいつ風切りで切り返すのサコ上から来る2段ガードする。投げて追従追いから中段つながらずしかし崩れている。前に出て EX 豪昇龍いやー追事越えからの持続当てがそうですね使うんですよね今回。これはちょっと面白いですね、はい、思わず食らってしまったという感じでしたが画面端を背負ってしまったのがちょっともっと伝えなかったかもしれないですけど、はい、とこの2人の読み合いが高度すぎて、はいまあ、もちろんいろいろあるのかもしれないですけど。
さ前に出て攻撃だ、キッチューダンスなっていたが、さあ首折りが生で出てしまった、ミスになった千美客取っていた、ここはサバ抜け、ニッツの首折りからループできるか、前にいる、しかしガードが間に合う、ダイヤシはターゲットせず、セービングアタック、ダイヤシを透かしている、かなり引っ張った、上からめくり2段からの、さあ首折りまで、次は何、ジャンプ中継大門で風切り裏にいる、さあフォローしたが上げ面体育、さあ霞が出た、おお少ないでフォロー、そう結構空人が通常は対空しないといけないので、はい、息吹側ちょっと苦しそうですね、それに対して、ね、あの怪しいと思ったら前捨てっていうのは佐藤選手になってるので、はい、その状況判断もすごいですね。今もその佐古選手は、はい、あの引き中パンであるね、上に斜め上に伸びているアゲメンというパンチの対空で追撃しようかというところでしたが、はい、焦っていたのか、そうです、ね、移動技が出ていたとというところで、おーっとうまい、おーうまい、差し返しだが垂直は刈り取って梅原にゲージがマックスある、捉えた、画面端が絡んで危険な時間がまだ続く、そこはどうする、郵送はタッチガードから、しかし波動ヒット確認、これです、上から行って滅殺高昇龍、しかし佐古息吹にゲージがマックスになった、梅原には2本、画面端に行くとかなりタッチ中継がかなり、達井流のタッチ中継かなり判定が強いので、はい、ちょっとターンが取り返しづらくなるので画面端はかなり厳しそうですね。少ししゃがみショーパンチを見せたのは佐古、おー踏み込む、踏み込み投げ、チュアシの突き、追従越えからの中足の持続当てを選択、おー見えない、ここになっているか、空心が来て、さあコンボ補正はあるぞ、しかし十分なダメージになっている、全部から勝利、勝利、無理やり押し込んでここだけ爆せー、スタンさせー、さあ画面端のプレッシャーがとんでもない、厚井龍のバックスってを完全に使いこなしてますね、はい、いやこれで4対2ですか、そうですね、やはり中足を1ラウンドに1回も食らわないで勝つっていうのが多分理想なんですが、はい、やはり一発は食らってしまってそこから、はい、あの次のコンボ食らうとピヨってしまうので、はい、ちょっと中足波動のコンボを食らわないように徹底したいところですね、武器側は、そうですね、さあもうおっとウコンが溜まってるのに打つ、ウコンが溜まってるのに打ちますね、この時点でかなりの体力差はある佐古息吹の、うわ踏み込んだ、クナイ当たっている、きっちりとつなげて、さあここから佐古の反撃が始まるか、さあ上から表2段、しかしガードした梅原画面端を背負ったが登りクナイ当たっていないが集中波動確認している、梅原にはまだゲージが1つある、旋風脚飛び際叩き落として、これで梅原のラウンド、あの前中継ガードされても確判じゃないのでこれがちょっと厳しそうですね、前中継リバサで出されても勝井龍の前中継で勝つのでかなり安定した選択肢ですね、さあ佐古はやや苦しいか、星を2つ重ねているのは梅原の殺意、3本のゲージをどう運用するか、どう崩すか、しかし波動、さあうまくねじ込んだのは梅原、大パン、しかしこの波動に玉抜け、首折りを使って足の泡刈りにいっている、走っていって捕まえた、こっからしかし梅原もよく見ている、表にいる、ミスになったがフォローしている、全部竜巻、状況判断が相当いいですね、そうですね、あとお互い攻撃を食らったときに、はい、あ、攻撃を食らってしまったっていう風に結構意識がぶれるんですけども、はい、この2人に関しては全くぶれてなくて、はい、攻撃を食らった後でも次の波動拳をすぐ玉抜けしたりとかしてるので、はい、集中力がすごい高いのと、状況判断をどんな時でもぶれずにしてるっていうのがこの2人のやはりすごいところですね、そうですね、多少の被弾をしてもその次のプレーを瞬時に状況判断して、はい、的確に決め合う両者、さあその末についた星は4対2、梅原優勢、さ
さあ3つの星を5対2か、3つの星を抱えている、3連勝しているので、さあこれはまだ上が追いついていないということですね。さあ5対2ということは梅原がこの試合を取ればリーチとなる。さあ、ことしてはもう行かなければいけないところ。スリングかなり引っ張った。両者と体力差はないが、両者が崩しに行き合う。梅原はどこで中足を刺すか、ここできた。流走を経由して、さあ昇竜まで投げはしのぐが体力差はついた。しかし波動、さあドットをどう削るかというところだが、迫井武器はここからが強い。ああいう主導権は梅原、あえて近づいて波動拳打ちましたね。前に歩いてくると中足を打ってくる気がするんですけど、梅原、さんの場合はわざと前に歩いて波動拳打ったりというテクニックも使ってくるので止まる気が非常に難しいですね。近距離盆栄からの EX、 片切りも見えたが梅原は全て受け切った。そこには中足、しかし波動、さあこれはヒット確認をしてキャンセルして伸ばしていく。両者様子見だが先に動いたのはサコよりからセビマックス、さあこれは刈り取れず、おアゲメン対空からついに、さあ痛いコンボを入れて画面端追い込んだが全部昇竜滅殺号、昇竜追撃。さあサコの追撃はさせないか、梅原が連勝体制、そしてこれでリーチ。そうです、画面端に梅原さんが追い詰めた時はしっかりダメージを取ってるんですけども、はい、他選手側が画面端の殺意に対してダメージを取れてない時があるので、はい、これがかなりこの試合数につながっているのかなと思いますね。ここは下から崩しているサコ、そして上からも崩す、負担させている。このままでは終わらないか、最強の盾、最強の方向。さあこれはうまく区内を当てて、さあリーチをかけられたが、このプレーお見事。さあ両者ゲージは2本近いというところ、さあ区内で牽制をしたか。さあ加速さん、はい、そこに武器は、はい、波動に対して見てからスライディングを打つような反応を見せてますよね。はいはい、そうですね、はい、それもプレッシャーになってるかと思うんですが、やはり球を打つ、そうですね、はい、球を打って、やはり中足に対する対処がお子さんがかなり仕上がっているので、はい、波動拳はどこから打たないといけなくて波動拳を打つ、おーっと前間合いを詰めてめくり2段無理やり通して、こんなジャンプ中継だが、さあ両者がこの中近距離で丁寧に相手を見る時間が増えてきた。飛燕が出た、そこにはすかさず押し置き、滅殺豪昇竜地上から当たってクリーンヒット、溶かす、そして前に出て様子見全部、ここでも丁寧に様子見をする、これでリーチ。さあこのトパンガリーグという言い訳無用完全格付けルールの中で全勝優勝を果たすか、梅原崩して、さあこは土俵際まず一つ粘れるか、ここでダメージを取りたい、おっとこれはミスになったが、フォローがいい、リスライダーまでまだスターはないが、クナイン逆にいる、スタンさせ、最強の矛はまだ終わらない、これで6対3。さあ殺意側があまり上から行く行動が減ってる感じがしますけども、はい、やはり地上戦で殺意側がダメージを取れているので、はい、上から行く必要がないと判断して、はい、下から多めになってると思うんですが、お子さんが逆にそこを生かして、はい、地上戦でダメージを取った形ですね。さあここで6対3、サコイブキがデュースに持ち込むまではここからの3連勝が必要、
しかしこのトパンガリーグでは恐ろしい、ここからのデュースがこれまでも多く見られている。ナイフからの中足を重ねる二の太刀、セリザつながらず、人間は嫌がってバックダブルしてる。ここはうまく投げに攻撃砕きが噛み合った。中段からのこのコンボ、中継はガードするがバンダムや二の太刀を送らせターゲット、そして投げる、さこいぶきのダフがうまい。さあ打撃が通り始めた。打撃と投げのバランスがすごい良かったですね今の試合、はい。さあいきなり前飛びを見せる、投げを通す、水地越えからの垂直送らせ打撃、中大大継続している、もう一丁ダブルアップ。さあ勝利がガードして、何かが変わったか、息吹の攻めが通っている。さあ梅原は一時交代、踏み込んだ、そしてうまく、さあチアシャドウを当てて中段も当てる、ピオルゾーンスタンチがある、前に出てセーブはコパンで止める。しかし次に液晶流ゲージを使った、ピヨってしまう、足でスタン流れを止めたか。これが殺意流の怖いとこですね。一回波動セビキャンコンボが入ってしまうと次の、はい、攻撃を食らってしまうとピヨってしまうと。そうですね、ガードを固めてもしのぎきれないとスタンがまだ継続していると。そうですね、これが殺意流の本当に強いところですね。反撃ののろしが上がり、勢いを得たかと思った瞬間、この梅原の逆転劇、星は6対3、リーチはかかっている。うまい、おお玉抜け。しかしここはバックステイ、うまくしのいだのは梅原、出る動きも見せて、ゲージがないサコだが、ここは梅原がチュアシャードをねじ込んで体力を溶かしていく。これだけこれをガードして、さあ梅原も硬い、林からのクナイピエンで追っていくか、ミスになる、まだある、危険な距離、ドラミリきっちり決めた、文句なし、最強のプレイヤー完全優勝。